はーい、皆さん、おはようございます。2018年6月12日火曜日、純ちゃん、かぜちゃんのモーニング宇宙ニュース。トヨ、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 パーグパー体操、始まりと、あれ、ちょっと肩がなんか痛くなってきたら。純ちゃん、60肩よ。60肩あれ、私は治った。治った。この間まで50肩だったけど、60肩か。おー、どうしたんだろう。あー、まあええわ。ほな、あ、天気行こっか。徳島雨のち晴れだって。はあ、最高27度、最低20度。晴れる。うん、晴れになってる。ほんまに。12時ぐらいこれ。東京曇りのち晴れ、最高30度だよ。でも最低19度。すごい最低と最高の差があるね。今徳島市22度になってるじゃん。なんかもうずっと雨みたいな天気だよね、曇ってて。うん、で湿気が。あれ、花火が上がった。花火ってあれだよ、すごいな。あ、すごいってそういう。ここで花火見られると。あ、曇ってる。あ、嬉しい。はい、はい、じゃあ行こっか。鶴岡雨時々曇り、最高気温22度、最低気温18度。うん、鶴岡って山形かな。ああ、山形、鶴岡市。あの日本海側の庄内地方っていうんだっけ、あの辺りじゃない。フリーターですが、生中継はもちろん純様の準備不足と横道にそれっぱなしの間延びした録画はもう長すぎて寝てしまい最後まで見えません。風さんが我慢しながらもご苦労がよくわかりますでしょう。で、何を言ってんの。おはとよ。埼玉西部は現在曇り、最高気温27度、最低気温19度。最近ここで満州の話がよく出てくるようになったので、血統オタクの私は真の皇帝を調べていたら、なんと第3皇帝に順次帝という名が。本日もよろしくお願いします。あ、そういえばなんか中国のその上にウィキのあれが出てるんだけど、皇帝順次帝愛心魚露夫林、愛心かくら夫林って書く。日本語読みにしたら、アシンカクラってよくなんか聞いたことあるけど、いや、中国の子に言われたことあるけどね。なんて。あ、順次って結構、まあ、愛されたいい皇帝だったとか言って。でもなんかこれ調べたら24歳ぐらいで亡くなってるんで、13歳ぐらいでなんか即位したとかっていうんじゃなかった。違ったかな。あ、まあ、それでこの、うん、あ、順次元年っていうのがあるんだ。そうなのよ。それで李自成率いる準軍が北京を陥落させ明を滅ぼした。え、あれ、あれ中国じゃなくて。中国じゃなくて、だから秦の。あ、だろ、これだから秦だろ。秦だから中国じゃん。中国。うん、でもそれは李氏朝鮮のあれだろ。うん、だからなんか偉そげにするわけよ。じゃ似てるじゃん、偉そげにしてるの。公家とかなんとか言いながら。あ、あ、そうか。あ、そっから来とんかいな。いや、お父ちゃんに聞いたらな。順次帝じゃない、順次帝なの。順次帝。あれ言いよったよ。僕の名前は、あの中国読みで言ったらスンツって言っていいよって。だからちょっと音読みは違うけれども、うん、お父ちゃんはなんか友達の名前で順次っていうのが言って、うん、いい友達だったからあの名前もらったんだとか言って。だから秦の皇帝。秦か。だからそんなに悪い皇帝じゃなかったって聞いたよ。なかったみたいだね。うん、中国人の友達から。だからあれ、友達っていうか、あ、まあ部下だった。だから満州貴族の入閣後の最初の皇帝であることを主張したっていう。うん、だから中国とは言っても共産党幹部になるか、それか教育関係とか企業の方行く
か二者択一で共産党幹部は嫌だったから、だから民間、誰の話なの？いや、その部下っていうか部下の話、うん、で会社でベンチャー企業でうちの企業で働いてて、それでインテル行ったり、これから同じように入ってきた中国人の人はソニーに行ったり、うん、グッモーニング東京、現在曇り、最高気温29度、最低気温19度、今日は曇り時々晴れ、本日もよろしくお願いいたします。おはようございます。富山は曇り20度です。本日もよろしくお願いします。おはようございます。成田は曇りのち雨、最高27度、最低19度、本日もよろしくお願いいたします。うん、血統オタクおはとよ、久しぶりです。愛媛県雨、最低19度、最悪24度、現在18度、毎日雨でジメジメして最悪です。総理旅行お疲れ様です。昨日サイアップ見たけど、次はスイスに行くのもし行かれる時は気をつけてね。今日は挨拶で終わります。おは佐川晴れです。こんばんは、オランダのシェンです。真夜中1時の現在の気温は14度、日中最高気温は17度で涼しくなりそうです。嘘内閣が日本を代表してるとは思えません。今日はカザック人の親戚と一緒に見てます、応援してます。カザック人って、カザック人ロシアかね、初めて聞いた。カザックって言ったらなんかこう踊り思い出すんだけど、おはカザックじゃない、おは名古屋晴れ25度28度まで上がるかも。あ、私50肩なって割とすぐ治った。毎日その肩の体操っていうのをして、一時ね、なんかあのお医者さん行って、それで電気みたいのを当てて、でもまああれって自然に治ったよ、僕五十肩っていうかの時は、うん、おはようございます。北茨城曇り、現在19度、最高22度の予報です。今日もよろしくお願いします。自分も五十肩どうやったら治るんでしょう。なんか私はそこでそのお医者さんで体操、五十肩の体操っていうのを、もうそれをずっと続けてる。あ、今もやんじゃん。やってる、治ったけどやってる。おはよう、広島曇り、最高25度、純ちゃん頑張れ、負けてるよ負けてる、まあなあ、うん、奥さんの尻に敷かれてるって誰か書いてた。これダメよ、純地底だから。おはとよ、福岡市現在19度、最高23度、曇りのち晴れ、トランプ金正恩会談来ましたね。10時からだから、まあ10時前には終わろうか、うん、もう今日は、うん、うん、あ、そうだ、おはよう、ホテルの千葉市曇り時々雨、気温19度、もう6月中旬だけど、安倍ちゃん退治は間に合うのか、ずるずる年越しだけはやめてほしい、ね、そろそろ天罰と首相専用機が落ちてほしい。それ言うと麻生さんと同じになるからまあちょっとね、そのレベルにはならない方がいい。あ、それと昨日言ってたあれね、あの写真、安倍が外で休んで、 あれは言うからまた。あ、そうなの。新幹線にめいっ子の先輩乗ってて、わずか4列後ろだったって、あの事件で遭遇したっていうね。お料理、愛媛県は雨の予報だけどめっちゃ晴れてます。え、今晴れてるの？雨の予報。改めましておはようございます。今日は夫が休みなので途中で消えます。元気な夫婦漫才を炸裂なさってくださいまし。はいはい、ファラオと準地帝は早死にです ね。苦労したんだろうね、やっぱりね、国を治めるって。準ちゃん苦労ないから大丈夫わらわはくげちゃうぞそう言ってるだけだから、まあ、あ、むせてしまった。はい、じゃあ行ってくれる？準備してないんでしょ、どうせ。あ、よう分かったね、うん、まあ、いつも言い訳よ、何をやるかちょっとこう見るんだとかっていうの分かっとるんよ、もう言うこと。ちょっともうみんな待ってる、純ちゃんのこと、純地帝のこと待ってるよ。純地帝、あれ和江のあれだよな、和江のあれだ
で、よいしょ、パッパッパッと降りないと思う。そんなのんびりしてらんねえからね。 あら真っ暗になっちゃった。まだ、うん、もうちょっと、あら、もうすぐもうすぐ出てこなくなった。なんかなかなかあるよね、うん、なんで、あら、こっから下が、なかなか出てこない。あら、どんなんしょう。そんなことあるんだ。いや、あるよ。だから準備しとかなきゃダメなんだ。あー、分かったよ。あー、出てきた出てきた。あー、これね、まだ、うん、なんだこれ、バスケット選手。はい、え、あそこ、これ。あ、これか、うん、はいはい。まあなんと言っても、まあ、米朝会談っていう首脳会談っていうことで、まあこれがどうなるかっていう、まあついこの間まで戦争になるかもしれないっていうのが、まあ、あの平和にこう話し合いができるようになってきたということで、あ、ここでも書いてあるね、在日朝鮮人大阪のね、が母です。ということはもう北朝鮮の国っていうのはある意味日本とのつながりっていうのは絶対否定できないってこと、ね、安倍もまあハトコに当たるんかね、うん、だからまあ朝鮮王朝が亡くなって日本に来た人たちがまたその自分たちの思うような国を作りたいっていうね、うん、でまあ今日の会談なんだけども、ああ、まずあの北朝鮮が求めるのは体制の保障。 あそれいい、ああいいの、うん、体制の保障で、アメリカは非核化と、まあ、朝鮮戦争の、まあ、終結っていうことで、この北朝鮮があの体制が自分たちの体制をまず保障してくれて、そしてまああのその非核化を認めていく中で朝鮮戦争の合意ができるかと。で、北朝鮮は何より自分たちの体制を認めてほしいっていう、まあ認めるというか保証してくれんと、うん、リビアのあのカダフィみたいに殺されちゃ困るっていう、これ一番心配しとんだろ、うん、で、まあ、その体制を保証するためにはまず核をもう完全に放棄するということがアメリカ側の言うことであって、まあ、だから向こうは天皇みたいだって言ってたもんね、うん、北朝鮮の金正恩、まあ、自分のことを神って言ってる、それは日本の戦前も神だとしてたじゃないの、だから今も同じよ、うん、象徴っていうのも、あ、でいい、あ、あ、はいはい、これホワイトハウスの、うん、まあ、あれではそのまあ米朝会談は12日のみ開催ということで、うん、そうそう、何日もかけてやるわけではないと、帰るうん、で8時には、夜の8時にはもうあのシンガポールを出国するっていう、でも金正恩は分からんって言ったな、で読んで、ホワイトハウス発表、首脳会談通訳のみを帯同、まあ、一緒につけて、現地時間午前9時日本時間では10時から、その後実務者協議に移行、この前に記念写真撮るとか言ったな、10時ごろ日本時間で、ポンペオ国務長官、ケリー主席補佐官、ボルトン、ボルトン来てるんだ、ボルトン行ってるんだね、国家安全保障担当補佐官、サンダース報道官、キム大使、ティンチャー NSC 上級部長が出席。トランプ大統領の出国は会見後の夜8時を予定。まあ、あのポンペオとそれから北朝鮮の女性の外相かな、あれ、あの、まあ、それぞれこう、ね、まあ、直接じゃなくてやり合ってたじゃないの、うん、だから案外こう直接話させるっていうのもいいのかもしれない。まあ大統領キム、まあ、ジョンの下でね、うん、ボルトンと、ボルトン、うん、でも握手しないといけないんだろう一応、うん、まあ形だけでも
握手しようか、それじゃあ、アメリカのポンペイオ国務長官は、シンガポールで行った記者会見で、トランプ大統領はキム委員長が安全の保障を求めていることを認識しており、北朝鮮が大量破壊兵器を放棄すればそれを保障する準備があると述べ、非核化を条件に北朝鮮の体制を保障する用意がある考えを示しました、うん、まあ実際に話してみないと、最初の1分で決まるとか言ってたからね、とか、まあね、でいい、うん、安倍首相は最新の現在までの時点での情勢について説明がありました。そして昨日の首脳会談における方針についてさらに綿密なすり合わせを行いましたって、まあ今日のね、うん、だからまあ電話がかかってきたとかも言ってたけれどもね、電話会談がをしてって言ってるんだけど、まあどこまでが日本のメディアが言うことっていうのはよいしょばっかりで ね、また言うけれどもね。それからこれは 何の選手なのか知らないけど、ディー・ロッドマンがシンガポールへ米朝会談をアシストかっていう、バスケット選手じゃない、バスケットのキム・ジョンが好きな、ひいきにしているバスケット、まあ、しょっちゅう北朝鮮に行ってるっていう、そうそう言ってるよ、アメリカの選手でしょ、まあ、だから日本 のプロレスラーのアントニオ猪木みたいなもんちゃう、うん、バスケットの選手だよって今コメントが、うん、それからまあすでに終わった G7 首脳会議、うん、このメルケルとこう言い合ってる写真っていうのが、うん、まあこう示されて、うん、メルケル、関税は消費者の負担となり全ての国の経済を痛めつける、トランプ分かったって本当にこう言ったのかどうかは分からないんだけれども、うんうん、まあただ安倍はその何を言ってるかも分からないっていう、うん、まあただ聞いてるだけっていう。でここにまあ山崎和幸外務審議官っていうのがこの写真の中に写ってる、後ろにいたから、あ、分かるか、うん、ああこういうふうにね。それと西村内閣官房副長がいつもべったりついている、うん、うん、ああそれじゃあ分かる、うん、その人が安倍に言ってるよ、うん、ああ、うん、それとその上ね、はいはい、まあG7 では安倍首相が北朝鮮問題で議論を主導、米国と欧州、カナダが激しく対立する気候変動や貿易問題でも最低役を務めるなど存在感を発揮した、同行筋は完全に安倍首相の一人舞台だったと振り返ると産経新聞が言ってるっていうのよね。ここまで書かれるとなっていうんで、同行筋って誰よっていうことで、同行筋でその上、ああちょっと読んでくれる。産経新聞は妄想新聞、産経の記者アビルっていうの、アビル氏によると、うん、安倍はプーチン、トランプ、習近平と互角に渡り合う経由の戦略家だそうです、わらわら。アビル氏は統一教会のダミー団体世界戦略総合研究所で安倍政権と日本の進路というテーマで講演経験がありますよ。でここでね、まあ、プーチン、トランプ、習近平と互角に渡り合う期待な、戦略家って言ってるけど、その下の資格見ると、うん、海外での G7 報道見てごらんよ、安倍首相の名前は参加首相紹介の欄ぐらいにしか出てないから、各国の記者に安倍首相が議論主導とか言ってごらん、椅子から転げ落ちて大爆笑するから、こういうデマ報道は終わりにしようよ、恥ずかしすぎるからっていう、まあね、だからここまでね、うん、まあ言っちゃうと、もう本当に日本の中ではそれで通そうとするんだろうけど、世界から見たらえって思われるのよね。んでアビルっていう名前自体 もう取り巻きよ、ちょっと待って、これ由来がどこかよ、アビル氏の、あこれ出てこないんだね、困っちゃうな、はあ
ビングでは出てこない。ちょっと待ってよ。それじゃあ、ビール、発祥の地は上尾さ、ああ千葉県袖ヶ浦、うん、出身の、まあ、山口の理由とかああいうのともう一緒になって、あの岩田明子とか有本とか、アビル文字で有名なアビルだぞ。まあそれはもうまた調べてくれる。それでまあこの G7 の時にマクロンフランス大統領のツイッター投稿写真が物議を醸してるっていうのが日刊現代の記事なんだけども、あまあトランプとこの膝詰めで議論している様子がこの写真に収められていて、あ本当だ、そして写ってないね、うん、マクロンのツイッターには Where is Abe? というふうに書かれていて、一体どこに安倍首相行っちゃったのっていう、あまあそういうツイッターをこのマクロン首相が出したんで、あそれでまあちょっとこう世界中でえっていうふうになったんだけど、あまあそれじゃ困るっていうことなのか何なのか、その上あここに安倍首相を付け加えちゃったと言うんで、私たちは昨日これをまあ紹介したんだけれども、実はこれって創作写真だったっていう。おーよー、世界の中心で輝く男が写っていないのは寂しいからこっそり付け加えてみましたって。でもこの付け加え方ってまあ本当に蚊帳の外っていうあれだけど、いやだけどまあ象徴してるんだろうけども、うん、これは何らかの悪意があるとしか思えないよね。まあこんなのね本当に信じちゃうよね。いやだからこのインドア、こんな風に付け加えられるものなの？ほらほらそんなの簡単にできるよ、うん、へフォトショップとかああいうの使えば、うん、まあでもこれをインドア派キャンパーって誰かなって言ってここに書いてあるから入れてみたらブロックされてるわけよ。私たちブロックされてるの、うん、だからどういう人なのかね、まあ、こういうのやる人たち、わからないんだけれども、まあ僕はもうまあ反安倍っていう中でもまあなんか毛嫌いされてるところがあるっていうか、まあ天皇のあれを言ったらちょっとちゃうだろうみたいなね、あまあいろいろいるからな、まあいいや。で、その上ね、あまあ首相インド太平洋地域へ3年で 5.4 兆円投資投融資ということで、うん、もうふざけんなよに、まさ今ばらまいてる余裕がどこにあるんだとか、その上ね、海外に行くたびに日本の富がすごい勢いで流出してるんだがっていうようなこういう意見が出たり、でまあ昨日の夜、うんうん、内幸町の帝国ホテル内宴会場光の間にて、うん、国際交流会議のアジアの未来の夕食会に総理はご出席され、今後3年間で官民で約5兆4000億円を投融資する仕組みを作ると表明されたと、うん、まあ、これがさっき言ったインド太平洋地域へのっていう、うん、なんだろうけれども、はあ、まあ民のあれはいいとしてね、うん、官がなんでこんなところにまたお金いっぱい出すんだよっていう、うん、それでまあ新潟知事選自公が勝ったんだけれども、うん、まあ竹下氏は安倍政権の追い風にはならないだろうとちょっと厳しい見方をしていると、うん、彼らまあ期日前投票とかいろいろ不正選挙やってるんだろう、どうせ、うん、で昨日そのまあ会食の前に あの清居町のホテルニューオータニーで、うん、谷垣グループのパーティーに出席し、え総理はご挨拶され、我が党の両親と言っても良いのではないか、いまだに谷垣さん中里世話だと思うと持ち上げたと。よく言うよ天皇を、まあ総裁選対策っていうことだと思うのよ。あまあね、これでなびくんだろうか。いやー谷垣さんはこいつはもうあれ危ないぞって、まあ、天皇にやられちゃったからね、うん、あ
それでまあ今ねこういう米朝会談やなんかのことで国会のことがちょっとこう影が薄くなってるんだけれども、うん、あそうだね、そういえば、うん、国会どうなってんの、必見、わー菅疑惑の窓口に反発、とうとう来ました、孝太郎、孝太郎、これは共産党の議員、ああ共産党、改ざんグループの窓口に寺岡氏がなっていたのが明らかになりました。2. 菅が猛烈抗議、かえって浮き彫りになる事態に。菅、寺岡秘書官が私の窓口になるのは当然。広めちゃいかんよ。え？音？違う違う。ああ今日の参議院決算委員会、あ昨日のね、辰巳孝太郎議員、改ざんグループの窓口に寺岡官房長官秘書官が窓口になっていた。菅官房長官、あたかも疑惑の中心化のような表現はやめろ。ちょっと待ってね、これ音出ないかね。官房長官が今 の、 あの発言についてちょっと訂正を求められています。窓口になってた、そのことを調査で聞いた、ちょっとな官房長官、はいはい、お私自身は官房長官の秘書官それぞれの役所から来ています。当然それに質問についてはその窓口になるのが当然のことじゃないでしょうか。それがあたかも疑惑の中心みたいになっちゅう、そういう表現はやめるべきだと思いますよ。おちょっと声が震えてたね、うん、へえ。今のはかなりきついところを確信をついていたって感じ、うん、まあ、寺岡秘書官っていうのは初めて出てきたんだけど、誰なの、うん、今まであんまり出てなかったよね、うん、改ざんグループの窓口になっていた寺岡光弘、寺岡光弘、うん、官房長官、まあ、改ざんグループの窓口にこの寺岡氏がなってたっていうことを追及されたっていう。罪深きはこの官僚、もう一人の無類の女好き、女好き、女好きであれなのかね、なんか改ざんの窓口がこの人だっていうのはちょっとこれは立っているのもやっとの状態に追い込まれた、事実上補填された、あまあ無料じゃないからあれか。でも窓口っていうことは官房長官も知ってたっていうことになるよね、このまま言ったらね。まあ、かなり確信に迫ってきたって感じ、うん、誰がやこういうことを命令してるのかっていう、いうことが明らかになりました。今回の調査は8億円の値引きの検証もありません、必要な調査もありません、矛盾だらけの調査報告書になっております。佐川氏、中村氏、田村氏、寺岡氏の証人官を求めて私の質問を。寺岡氏っていうのが出てきたんだ最初のとこに。最初は改ざんグループの窓口に寺岡氏がなっていたということが明らかになりました。今回の調査は8億円の値引きの検証もありません、必要な調査もありません、矛盾だらけの調査報告書になっております。それで声が震えてた、確信にもう迫られた、ところで今日の辰巳孝太郎の質問、やばいぐらい森友問題の確信の話なんだけど、夕方のニュースでどこも取り上げてないの、なんでなんかね、うん、あれか、共産党の議員の活動は伝えたくないとかかな、まあ、私たちはどこの政党であろうと、うん、この疑惑のところに迫ってくれればいいと思うんだけれども、うんうん、これは知らなかった、ツイッターぐらいでしか知られてないとか、うん、週刊誌とかリテラも
載ってないんじゃない、まあ、これから出てくるかもしれないね。あこの寺岡っていうのがどういう人かっていうのも含めてね、あそういう意味であの漫画に載ってたのが寺岡だったのか、うん、いや僕意味が分からなかったからリツイートしなかったわけよ、うん、今日の話題。でもこんな女好きとかっていうんだったら女性のスキャンダルもこれから出てくるんじゃないの、もしかしたらこう記者とかに。まあね、ほほすごいね、うん、いや本当声が震えてるもん、うん、ここ官房長官の秘書官それぞれの役所から来てます。当然それに質問についてはその窓口になるのが当然のことじゃないでしょうか。それがあたかも疑惑の中心みたいになっちゅう、そういう表現はやめるべきだと思いますよ。うーん微妙にもうちょっとここ の, あの答弁は人事じゃないような答弁の仕方よね。そうそう、うん、これはまずいなっていう、うん、確信をあれ疲れたから、うん、もう謝れっていうか、うん、ちょっと強い態度で出てる、うん、そこにはもう絶対追及させたくないっていう、そう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 、それから谷紗英子さんなんだけれども、うん、まあ就職活動中の学生に向けたメッセージがを見つけたっていうツイッターなんだけどもね、原子力の推進をやってますっていうようなことを就職活動中の学生にまあこうメッセージとして出してるっていう。だって経産省だろ、うん、そっちの秘書官だから当然そうだろうね、うん、あれこれ係長って昔の話かね。今年で6年目になりますっていうので、お確か今海外に行ってるんじゃなかった、うんうん、それも通産省から出向してイギリスかなんか行ってるんでしょ。いやイギリス、えイギリスじゃない、どこだっけ、なんかヨーロッパの方よ、うん、あっちに出張で、あ出張というか外交関係で行ってるけど、うん、っていうか逃がしてるって感じね、うん、まあそらそうだろう。それからまあオリンピックがまあ迫ってたりなんかするんだけども、うん、まあ結局市場の移転とか道路とか、うん、もうものすごいこうなんていうの、うん、あの順調には進んでないっていう東京都のね。で今度はまあその都知事に対するあのかなり強い追及になっていくんじゃないかと。まあ学歴詐称も出てきたけれどもね。あまあね、1兆円の損害をどういうふうにまあやるの。そのまますぐ移転してたらまあこれだけのあれはなかったんだろうけど、結果としてなんだかあんまり変わり映えがしない、良くなったっていうようなところは結論付けずにね、うん、まあずる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 まあ言ってしまったっていう、うん、あそれからまああのその次はこれは5月28日っていうことで、まああの少し前のあれなんだけれども先月のね、うん、でここにまああの既存のこのまあ大手の新聞社がここにね、うん、あるんだけれども既存メディア、うん、でそれと比べるとあのまあこの新聞見ると支持率不支持率、うん、まあ結局安倍首相と会食したメディアだけ支持率が高いんじゃないかと。あで地方のこういう新聞屋なんかは、うん、やっぱりもうかなり不支持率の方が高いっていう、うん、だからこれだけ見てもさっきの産経新聞じゃないけども、うん、まあ事実を伝えてるのかどうかっていう。あでそれからあの昨日のその袴田事件の不当判決っていうことなんだけれども、ね、結局再審開始を認めない。まあ再審開始になればこれからまあもっと調べて
あの事実を追及しようっていうことになるんだけれども、結局検察が捏造したっていうね、あれを追及するはずがもう古いあれだから認めないっていうか、なんか変な理屈書いてたよその手法で。まあ弁護側は最高裁に特別抗告する方針と、それで、まあ一応これで死刑が確定したことになるんだけれどもね、え、だから形式的に言ったらなんで死刑囚っていうかそういう殺人犯を外に出してるかっていう、そっちの方が怖いっていうか、だからこれ矛盾してるわけよ。静岡地裁決定を破棄しやり直しを認めないと、で真実をもう追求していこうっていうのがこの、まあ法廷の場じゃないかと思う。少しでも疑問があればもっともっと時間をかけてやっていけばいいっていうでいうことで、まあ、これはあの袴田事件、静岡市清水区で一家4人が殺害された事件ということで、まあ、死刑が確定し、まあ、無罪という無実を言っていた袴田さんを再審裁判のやり直しを認めないという決定を出したっていう。で、52年前の事件で45年も収監されていた袴田さんと、で冤罪の保証がとんでもない額になるので絶対無罪にしたくないんだなと。いやこれお金の問題じゃないと思うね、それで、まあ権威が失墜してしまうじゃん。高裁のなりふり構わぬ暴挙に絶句と。で地裁は結婚が袴田さんや被害者と一致しないとする弁護側の DNA 型鑑定を新証拠と認めて後日捏造された疑いと結論付けたのに、 その判決を覆すに足りる論証もなく再審を認めないっていう、これはもう普通に考えてもおかしなことだと。そうよ、だから捏造したんだなっていうことは認めるけれども、人道上ちょっともう年取ってるから釈放するんだみたいなね。であれだけの証拠を隠してあれだけの不正義があっても再審開始を取り消すこの国の刑事司法、体中の血が逆流しているのを感じると。同じよ、あの森友と袴田事件で袴田さんを支持した裁判官はみんな地方に飛ばされて、検察を支持した裁判官はみんな出世している段階で、もうこの事件の真相と答えと闇が見えてますね。ああまあね、袴田事件、パジャマを着て犯行に及んだと自白させたのに、その後血染めのシャツやズボンが見つかったので検察は途中でストーリーを大幅に変更、さらに裁判所がストーリーを勝手に作り上げた。最初はシャツやズボンで犯行に及び、その後パジャマに着替えたって。そんなバカな、もうこれはね本当におかしな事件でね。しかもあのこの取り調べ拷問の時に、まあ炎天下で1日平均12時間、最長17時間に及ぶような取り調べをしたり、取り調べ室に便器を持ち込んで取り調べ官の前で垂れ流しにさせたり、睡眠時も叫びたりの泥酔者の隣の部屋にわざと収容させて、その泥酔者に大声を上げさせて安眠させなかったりっていう、もう本当に人権を無視したようなことがされていて、まあこれは次々とこう冤罪を作り上げたことで知られる、これなんていうの、紅林、紅林麻夫っていうね、もう有名なあの冤罪作りの、あの警部の下で、取り調べられたと。でこの辺が分かってきて、これどうも本当にあのまあ捏造されたっていうか、これはまずいよってなったんじゃないの、警察の中でも裁判所でも。もうこのまま真実追及していったら警察および裁判所のもう捏造っていうか
グルだっていうことも分かっちゃうし、まあ国民の信頼もなくすからやっぱりまあ釈放、人道上っていう名目で釈放して、まあ実際捏造はなかったっていうことにしようっていう、うん、あそれでまあ結局、うん、このことはもう DNA 鑑定でも別の人のっていうのは分かってるんだけれども、もうそれ検察側のね、この取り調べがもうかなりのことをやってたっていうことも、まあこの袴田さんって元ボクサーじゃないの、プロボクサーで、まあ味噌屋の従業員で、この時には共産党もなんか関わって、まあいたっていうようなことも分かってるんだけれども、まあ結局その袴田さんに対しては共産党員じゃないから大丈夫だよっていうふうにその人たちはみんな言ってて、いざとなった時にはみんな、まあ共産党は会議をしてたからアリバイがあるっていうような形でっていうようなこともちょっと聞いたことがあるんだけれども、どうもなんか非常に複雑な、もしかしたら事件なんじゃないかっていう気がするのね。ただ DNA がまあもうそんなことも言われたり、まあ取り調べにあれだけのことがあったっていうことも分かってるっていう、で再審は取り消したのに死刑と、まあ留置っていうか拘留するっていう、ここのところはそのままっていうね、まあこれ大島裁判長ってどういう裁判長か知らないけれども、結局自分の手で袴田さんを死刑台に連れていく自信はなかったから、こういうようなまあ決定をしたんじゃないかと。ほら死刑さしたらもう悪人よ、極悪人になるよこれ本当に。品武志、自由党のあれだっけ、まだ民進党か今は。民進なんてないんじゃないの。あ、そうだね、うん、あれ立憲民主かどっかじゃないの。ああそうか、立憲民主かな今は。再審開始は否定しつつ死刑と留置の執行は停止するという玉虫色の決定、誤判を認めたくないがゆえの裁判所による無責任な判断。もう政府だけじゃないっていうことよ、まあ総理、安倍総理だけじゃない、袴田さん再審開始認めずっていうね、特別抗告を受けた上での最高裁の決定内容によっては再び死刑囚として留置される可能性はあります。いやこれやったらもうダメだろうね、うん、本当にもう裁判所そのものが腐ってるっていう。でもまあ結果としては死刑が確定していて、ね、死刑囚になってしまったっていうことは拘置される可能性はあるだろうと。そうなんだよ。でももうそれはしないという、うん、その年だからこのまま罪をかぶって死んでくれと言ってるようなもんよ、ね、でだから名誉回復も何もしないできないっていうか。袴田事件で弁護士が記者会見、検察だけがけしからんのではなくて司法の一翼を担う裁判所がまともに事実認定の目を持たないと東京高裁を強く批判、特別抗告で再審開始を目指します。袴田岩尾さんのお姉さん秀子さんは50年戦ってきました、これからも頑張ります。お姉さん元気あるよね、うん、はあ、袴田さんも出てきて少し元気が出てきたのかな、うん、まあそれはいつ死刑が執行されるかっていうのをずっと待ってたら怯えてあれだろうね、うん、朝原祥子もそうかもしれんな。もうで何とも理解に苦しむ決定、死刑判決維持でありながら釈放は取り消さず、東京高裁自身が混乱してるんじゃないだろうかと。まあ混乱はしてないだろう。
もう隠蔽よ。人道的な あれを取ってやったみたいなところがかえって人道的でないっていうふうに国民の方は思えてしまうっていう。まあ官僚の嘘とつながっていくっていうか。それと新潟県知事選の、うん、まあ、選挙妨害のことはちょっとちらっと雪の言ったんだけれどもね、対立候補であるこの野党統一候補の候補者に対して、もうこれがこの候補者がしてきたことが文春をが記事にして、そしてまた前の知事と同じようなことが起きるよっていうようなことをどうも言ってたらしいのよ。だからその、まあ、偽の秋分記事っていうのをね、そしてそれを地元紙が記事にして拡散しちゃったっていうことで、事実はそんなことはないんだと。やつらのやりそうな、それで、まあ、この花角氏の支援団体の長谷川克也代表が池田氏の秋分が今週の文春に出ると発言、それを三条新聞が7日に報道、だがこれは根も葉もない嘘、明らかな選挙妨害だったと。文春には書いてなかったっていうこと？じゃあだから文春にそういうスキャンダルが出るっていうことを嘘のことを言って、もちろん文春にそんなのなんか出るはずないのよ。でも前のその米山知事と同じようなことがこの人を選んだら起きるよっていうことを言って地元紙も書いてしまったと、その上よ。ということで、このまあその上偽文春報道で選挙妨害疑惑浮上と、まあ選挙に勝つためなら嘘をついても平気の兵座、安倍家の不襲が地方にも拡大しているようだと。でその上ね、ちょっと読んで、新潟知事選挙、与党陣営に選挙妨害疑惑浮上、日刊現代で別件についても違憲性を確認、違法性を確認。地元紙といえば公明新聞と政教新聞の県内印刷業務を一手に引き受ける新潟日報社、その下に偽新聞こと三条新聞社があるわけだ。この三条新聞がそういう記事を書いてデマを拡散してしまったと。でその上は新潟日報社で、その新潟日報社は公明新聞と政教新聞を吸ってると。毎日新聞みたいなもんやな。毎日新聞傘下の印刷業者が政教新聞の印刷業務大手塚本蘇山ビルに毎日新聞関連稲川会顧問小玉義雄の息子小玉森博かね、は TBS のドン、TBS のドンがこんなことやってるんだよ。稲川会っていうと小泉さんともつながってるじゃないの。ヤクザ天皇童話の神奈川の暴力団。本当。塚本蘇山は初代創価学会顧問で池田大作を三代目会長にした統一教会国際商業連合創立者の一人でもある。岸信介と婚姻っていうのかな、実婚。新潟日報社はその関連会社なわけです。まあグルだってことね。だから組織的に行われたと、この選挙妨害がね。でも組織的に行っても多分これはもう裁判所にあれしても不問に付されるだろうと、今の権力側になってるからと。まあそうか、テレビって TBS って言われるわけがここにあるってことか。 TBS のどんね、もう次、いいの。それから昨日墜落した米軍の戦闘機 F-15 なんだけれども、パイロットは脱出して、まあ骨折程度だったっていうことで、
まあ、事故の原因についてはこれから調べるんだけれども、まあ、沖縄、那覇のあたりはやっぱり心配だろうよね。ああ、こういうふうに飛んでますよって。ずっとちょっとそれから言って海外の話題、うん、イラン、北朝鮮にアメリカは約束を破るぞと警告。まあ今日会談が行われるんだけど、うん、イランがこういうふうに言ってると、うん、まあ条約だったら国で保障するけれども協定だったらどうかなって言ってたね。でその次は昨日言ったことなんだけれども、これについてちょっと詳しくまたずっとこう、うん、見ていくっていうことで、このグノーシスっていうのは僕もよく分かんないって。アメリカの有権者がトランプはグノーシスそのものだと言い出したのは、トランプが大統領選に共和党の候補者として正式に立候補することが決まるずっと前のことである。ニューヨークポストのグノーシスに関する記事はトランプに懐疑的な多くのブロガーにも引用されている。ニューヨークポストがやんわり主張しているのは、ペンでアメリカを独立に導いたトマス・ペインの理心論に通じるものがあるからだ。新世界秩序ニューワールドオーダーは海外では普通に報じられているが、情報鎖国日本では全く報じられない。またニューワールドオーダーについて正確に知る著名有識者も皆無に等しい。だから日本は安倍政権のようなごろつき集団ごときに支配されてしまったわけだ。実際電波有識者有識者もどきたちは世界情勢に全くついていけていない。まあだからキュアノン情報とかあの辺の情報全然入ってないから、トランプは悪いやつだっていうのが結構まだいるんだよね。これはフリメソンのなんかかね。ナチグループによって作られたそういうエアポートがあるよっていう、あ、それがデンバーのあれっていうこと？デンバーとは書いてないけど、昨日なんかデンバーの空港がニューワールドオーダーのあれって言ってたもんね。40年前のワシントンポスト、真の救済は外からもたらされるのではない、誰もが心の中にすでに持っているのにそれに気づかせないようにしてきたのがキリスト教原理主義なのだとグノーシスは主張し続けて、キリスト教と敵対してきた。キリスト教じゃないということか。こんな昔からアメリカではこういった記事が量産されてきたわけだから、っていうのは下の記事、40年前のワシントンポスト、真の救済は外、ああさっき言ったことね。こんな昔からアメリカではこういった記事が量産されてきたわけだから、とりわけ米国民の覚醒者が多いのもうなずける。これからアメリカでは起こるべくして新たな革命が起こるのだろう。あ、まあそれがキュアノンのあれだろうね。バチカンのベネディクト16世はドイツ出身で本名ヨーゼフ・アロイス・ラッツィンガー。この名前がイルミナティのリストに記されている。そのリストは
リベラ・ジューン N5 に収められているおり、英語ではイエローブックナンバー5と言われる。情報機関がまとめたというレス・ソシエテ・セクレッツェ秘密結社にイルミナティのリスト、イエローブックナンバー5について詳細が記せられて記されているのだ。ロスチャイルド一族とか、イルミナティの創始者アダム・ヴァイスハウプト。でも こいつはなんかホワイト・イルミナティとかって呼んでたね。カール・マルクス、 KKK の創始者アルバート・バイク、スカル・アンド・ボーン、ローズ・シキンの創設者でエンタック会議の中心人物セシル・ローズなどなど、あ、CFR か。300人委員会のメンバーの中にもベネディクト16世の本名ヨーゼフ・アロイス・ラッツィンガーの名前がある。つまりローマ教皇ベネディクト16世は教皇になるずっと昔から CIA のバチカン教のカウンターパートであり、世界中から富を収奪する中央銀行システムのエージェントだったというわけだ。ベネディクトってちょっと見た目もあれだったよね。そう、目つきがすごい。ああ、なんかこいつほんま法っていうあれってないんちゃうって思ってたら、まあ CIA 側のバチカンカウンターパートだったっていう。権威あるナショナルジオグラフィックが元祖イルミナティとその創始者アダム・ヴァイス・ハープトについて取り上げている。これをグノーシス主義の啓蒙と捉えないわけにはいかない。あ、そういえば僕これ買ってきたね、ナショナルジオグラフィーのアメリカで、あの安売りしてたじゃんこれ。うーん、イルミナティというか、あの記事の中で、うん、あの秘密結社の一覧っていうあれを、どこだっけ、まあ今すぐ出てこないな。まあいいよ。ああ、はい、買ってきて全部写真には撮ってきてたかな、うん、まあいいや。グノーシス派が支えるトランプは米国型の国家資本主義を目指している。一方パインダーとはグノーシス派に対抗する過激なナチス派イルミナティの総帥の暗号名のことである。それはロスチャイルド家の人間を指して言う言葉とされている。あ、これ昨日言ったことのちょっと復習みたいなことだね、うんうん、まあここら辺グノーシス派っていうのが結局反キリスト反皇帝っていう風な感じなんだけれども、でもキリスト教と対立してるんでしょ。そうそう。でもトランプはなんかプロテスタントじゃないの？だからグノーシス派のキリストっていうのも変だけれども、うん、なんかそういう代表的なグノーシス派の主義の宗派にマニ教がある。マニ教？ペルシャのマニを開祖とする宗教、これが典型だって。グノーシス主義、グノシス派、まあそれがキリストにも入っているっていうこと、
まあこれスピリチュアリズムの方からのアプローチっていうか、まあ哲学とかね、そんな感じだな。キリスト教以前からある、まあでもその中にキリスト教っていうのは変な話だよね。マニ教っていうのが一つの典型、ゾロアスター教とか、まあなんかあれこれあってよくわからないよ。また今度グノーシスっていう、いやだからこのサーキュラーハーモニッククロス、これが一つのシンボルなんだ、太陽とクロス。まあ叶うっていう、あの二期、あクメか、クメの人たちがこの亀甲門の中に叶うっていう口と十字の漢字。でもこれって丸に十字ってなんか薩摩だっけ。ああ薩摩、あっちか。まあもちろんそれがあのキリストの十字にも見えるけどね。まあシンボルは受け継がれてるからね、その民族に思想として。まあだから彼らもずっとそういう流れを組んでるのかもね、横のヨーロッパ文明。でまあグノシスはそこまでで、はい、ブロックチェーンを使ってユーザーがスマホから全自動で部屋を予約し鍵を管理できるシステムがある。 OK ドアキー、 OK Airbnb なんかでこういうの使ってくれたらいいけどね。僕はあの鍵の受け渡しに一番困ったで、誰もおらんのじゃ、あの特にハリウッドだから鍵ボックス、あれ、太陽光発電にバッテリーをつなぎ再生エネルギーを売買するシステム、 IoT とブロックチェーンと AI の組み合わせで効率化、コンシューマーが余った電気を売るプロシューマー。まあこれがスーパーハイブリッドっていうかグリッド、そういったところとも、まあ、連携してくるっていう感じだろうね。僕はもう売電してるで、まあでも7000円くらいしかならんのだっけ、1ヶ月。まあそれでも半分ぐらいは賄えているっていう。でもブロックチェーンって言っても結局ビットコインとかなんかそういうのも本当になんか何がどうなってるのかと思うよね。そこからまあこんなことができるっていうこと自体もあれだけど、いやいやこれはだからインターネットというか技術よ、まあ分散化技術みたいなもんよ、もうブロックチェーンって。マスターカードもブロックチェーン利用へ、偽造カード対策と旅行の日程情報を管理する。あ、ブロックチェーンの上に乗ったロボットと AI は未来を永久に変えてしまうだろう。まあ AI が関係してくるっていう。ブロックチェーンはデジタル経済の構築を助ける。あ、イタリアの五つ星運動ともつながるね。デジタルタル政党だっけ、五つ星運動。あれでまああの そこまでで、それでね、あ昨日も言ったよ、このさっき言ったね、アジアにインフラ支援 5.5 兆円と、で留学生をどんどん受け入れるというような、まあ、形で、さっきの太平洋地域のねインフラ投資っていうのをすると、特に韓国だろう、もう賭けがもう韓国の大学からいっぱい、つまり朝鮮王朝をまた作って、その朝鮮のためのあれを日本人の働いた税金で
ていうふうにやっていくっていう、うん、そうそう、で赤塚プリンスね、でその上のまああの今日もまあ会談が行われて、これから北朝鮮と韓国がまあ雪解けムードということで、北朝鮮の関連書籍の販売部数が8倍になったと、まあ韓国は北朝鮮を知りたいということなんだと思うのね。それから欧州の対米報復関税は7月からまあ課税されるということで、まあ税率 25%、 33億ドルの輸入にっていうことで、特にプーチンは車ね、あれについて心配してたね。それからまあ13日にカジノ法案が強行採決されるんじゃないかっていうことだけど、だろうね、まあ、これには日米密約がどうもあったみたいだと。はどういうこと？いやそれは読んでみなきゃわからない。日米密約、あ本当だ。あトランプの関係を絶対入れろとか、うん、もう今ちょっと待てよっていうあれかな。何なんだろう。急分ですが、台湾ダイソー福市被爆地からの食料輸入が発覚し、6ヶ月間の日本からの輸入禁止処分を受けたのに続き、さらに694件の書類偽造が台湾の国会議員の追及で明らかになり、今度は2年間の処分にダイソー、ユニクロダイソー、まあ、今政治で起きていることと同じようなことが起きていると。でまあ、文書改ざん財務省を処分しながら麻生大臣は、うん、まあ、そのままっていうことに対して海外メディアは非常に これを厳しく見ていると。これ文書改ざん問題で財務省職員らを処分しながら、自身の進退は考えていないと公言する麻生財務省に海外メディアの厳しい視線が注がれている。日本在住の外国人ジャーナリストからは、彼は前世紀の政治家のようですね、日本が異常だってことに気がついてない日本人が多すぎるよなっていうか、どこの国のための今政治をしてるのかっていうふうに思った方がいいのかもしれない。でその上に、まあ、ここにあるように永久戦犯だった岸信介、一応安倍総理の祖父ってなってるんだけど、昨日言ったことがもし本当だったら血がつながってないってことでしょ。っていうことは、まあそのあ、まあ、結局は李鴎長の血筋の安倍首相なのか、あるいはどうしてもまた同じような王国を作りたいから李鴎長の血筋だって言ってるのか、どちらかかわからないんだけれども、2つに偽装してるっていう可能性もあるね。うん、西洋に対してイギリスのエリザベスとかには、我々はあのグラバーの子供っていうふうに言ってて、実は李氏朝鮮の子供だったとかね、うん、だから安倍晋太郎が李鴎長の、まあ、李議員とかの息子あの子供血筋だとしたら、うん、そしたらまあ岸信介とは血がつながってないと。でも結局はその今安倍晋三がやりたいことっていうのは憲法改正、祖父の意を継ぐっていうことを言ってるのよね。あでも彼のお母さんやね、うん、結局朝鮮人の子供、李氏朝、李氏王朝のとグラバー、アネスト佐藤だっけ、うん、あっちとのあれだったらその可能性はあるよ。うん、まあもともとだから李氏王朝、李氏朝鮮の関係の血筋だから、あんたもなんか眉毛がよく似てるとか。眉毛が似てるよね。あ、そうなの。うん、李銀と、うん、へえ、母親の方、安倍首相の母親の方、陽子夫人っていうんだっけ、ああ、が岸の子供っていう。うん、そうよ。うん、慎太郎と結婚したのは岸信介の娘である。
が結婚したから、ね、だからやっぱり血がつながって両方ともつながってるってことだよ。どっちにしろでね、私ね、うん、やっぱり昨日言ったこととか、うん、まあ実際に韓国に行って分かってきたことは、やっぱりその日本支配によって朝鮮王朝が潰されたと、ずっと続いてきた王朝が潰されて、そのまあ生き残りの人たちを必死に守ってね、うん、そして今の日本の中で今度逆に潰した日本をまあある意味支配して、うん、そして自分たちの富を得て、まあいずれは北朝鮮になるのかどこなのか、自分たちの王朝をまた再びまあ作ろうとする、そのまあツールっていうのか手段として、まあ宗教団体を使ったと。これが創価学会とか、まあ、統一教会ではないかと。つまり宗教って言うけれども、うん、実際はそのお金をどんどん集めて、そして選挙の時には自分たちが勝つような仕組みを作ると、まあ、そして情報も集めるようなその情報手段にもなってると。でこれはみんな、まあ、統一教会なんかよくわかるけど、日本民族は悪いことをしたんだっていうことをずっと言って、うん、そして自分たちの思うように動かす奴隷っていうのか、うん、まあ、性奴隷の部分も含めてね、うん、っていうことは、まあ、かつて支配した側を今度は支配される側に置いて、うん、そしてそれを作ろうとした。で一つわからなかったのは、うん、まあ李克強もうその小沢さんのところにずっと いて、うん、そして今中国をの指導者になってるじゃないの、うん、であの時実質的に動いてるのは李克強よ。で小沢さんをね、うん、なぜそれだけ失脚させようと日本の政治家たちがしたのかと、これは政党、うん、アメリカだろ、うん、政党を問わずして、ああそうか、政党を問わずしてね。であの時に本当に野党の党首なんかみんな弁護士だったりしたけど、うん、誰一人あの事件が不当だっていうことを言わなかったのよね、うん、でそれを思った時にやっぱり中国支配では困ると、うん、そうそう、で特に中国とのつながりのある、うん、政治家は失脚させると、うん、でこれがまあ小沢さん失脚をさせようとしたのは、うん、まず中国の李王朝ではなくて、うん、まあ、朝鮮の李王朝と、うん、そして今度の新潟の選挙でも、うん、結局、まあ、国土交通省っていうか大阪航空局っていうことは、まあ、創価学会っていうことは、新潟っていうところは田中角栄っていう中国とのパイプが非常にあるところで、ここを創価学会が抑えることによって朝鮮支配にしていくと、そうするとまあ新宿とか練馬とかっていう東京の中でもね、あるいはまあ大森の方とかももしかしたらあれかもしれないけども、池田大作のねいたっていう、それとか、まあ、中国支配の強いところ、うん、そこを創価学会なり統一教会なら抑えて朝鮮支配に変えていくと、うん、どうもそういうことで進んでってるんじゃないだろうかと、うん、だから李氏朝鮮、うん、もう内下場やねあれ、うん、だから本体、ね、韓国朝鮮北朝鮮、うん、あっちとこっちの日本の方の李氏朝鮮で、今シンガポールも李氏じゃないの、あの外相だっけ誰だっけ、リー、ね、それでただね、うん、まあ、私たち韓国行った時に案内してくれたガイスさんも李さんって1日だけだったけども、うん、いて、李っていうから必ずしも朝鮮王朝とは限らない、うん、ああって言ってたね、うんうん、っていうのはまあ王族支配が終わって、うん、その李の流れを組む人っていっぱいいると思うのよ。ほらほうだろう。だけどももう普通にそのなんていうか、そういう身分のもう差はなく、うん、王朝がなくなったらね、うん、みんな平等にしてるから、うん、あちこちに李さんっていると思うんだけれども、うん、ただ日本に来たその朝鮮王朝の血筋っていうのは、うん、絶対的にそれを守って今度は自分たちが支配するっていう側に立とうとする、うん、つまりだから日航機の事故の時にもね、朝鮮の特殊部隊がみんなこう
火炎放射器で焼き殺したとかっていうようなことも言われてるじゃない、うん、同じ民族だったら絶対できないことをやっぱりするっていう、うん、そうすると日本人は搾取される側にずっと回らざるを得ないと、うん、そうするとここのところをねやっぱりトランプ大統領とかは分かってくれて、うん、まあその支配そのものを別の形で、うん、まああの韓国と北朝鮮が統一したらもうそこへ行ってもらってそこでっていうね、うん、まあもちろん韓国の人たちは嫌がるわけよ、その王朝支配自分たち終わって、うん、やっと自由になれて解放されて、うん、その国家に忠誠を尽くすとかっていうその古い形のね、うん、あの国民を犠牲にするようなものがなくなっていったわけだから、うん、だからそこがやっぱりあの韓国の国民にしてみると北朝鮮と一緒になるっていうことの非常に戸惑いがあると、うんうん、同じ民族なんだけど、ね、向こうは日本のその天皇制度に神様のように指導者を持ってるっていうね、うん、だからまああの日本の国民がどうやったら救われるのかっていうことをまず思わなきゃならない、うん、それを世界の人たちと一緒になって、うん、やっぱり少なくとも実験場のような形でね、うん、ただ秘密裏に福島原発で行っていた核濃縮とかはもう日本も核開発やめろってと、まあ、トランプ大統領が言ってるぐらいだから、まあ、一緒にここのところは進められていくんじゃないかなという気もするんだけども ね、でやっぱり日本は戦後もう本当の意味での、まあ、日本の国の復興をやっぱりしていかなきゃならないと思うしね、これがやっぱりその血筋でその仲間だけがあのなんていうか利益を 得て国民は働いても働いても豊かにならない、うん、今みたいにもうどんどん税金をばらまいて日本を貧しくさせて支配していこうっていうね、うん、こういうところは変えていかなきゃならないだろうと思うんだけど、まあ、国民の立場でどうすればいいのかもわからないんだけどね、うん、まあ、僕たちはそういう覚醒をまあ、促していって でその次の中間遺伝子を増やしていくっていうことよ、うん、でその次にねもう今首相が言ってるのは、うん、ついこの間までは北朝鮮圧力って言ってたんだけども、うん、北朝鮮には手つかずの資源がある、勤勉に違いない豊富な労働力があるって言ってるのよ急にどうしたのでこういうね、まあ、うん、DPRKっていうのは何を表すの DPRK って DPRK 投資対象としかしてしか見てない、北朝鮮のことじゃないの、ああ北朝鮮のこと、とにかく、うん、まあそういうふうにね、うん、まあ日本が他の国を侵略した過去を考えたら非常に不適切だと思うっていうけど、自分たちはもうその血筋だと思ってるのかもしれないよね、その日本が、ほらほうよ、日本から搾取する、うん、今度はまあ、あの北朝鮮の資源を自分たちの利益にしようとしているってことは、うん、この人はもうどこの国にも属さない人なのよ、血筋を利用してるだけじゃないかと。一応日本人だろ。いや日本人とは思えないよね、うん、あ、まあ、もうやってきてること考えると日本の国民大事にしないじゃないの、あ、まあ、満州の朝鮮族よ、まあだから、はあ、それでまあ、その上なんだけども、ああ G7 結局首脳宣言にトランプ大統領は署名をしてないと。そうしてないよね。だからまあ結局物別れに終わったっていうことなんだと思うのね。そうそう、ああ、それで今日米朝会談と、まあ、BBC なんかディスるにディスってたね、うん、あんなカナダの侮辱してとか言ってトランプはもう身勝手で、それともう一人の身勝手なキム・ジョン、そういうふうに作っておきたいんだろうけどね。で2つの違う国が話をするっていうことは、まあ、一歩間違うと戦争になるし、うん、まあ、うまくいったら平和になるっていう、うん、ちょうどその、まあ、瀬戸際のところでの今日会談なんだけれども、ちゃんとやるよ。これね、中国の脅しと威圧っていうここの部分はあんまりちょっと気にしないで、その下のところだけなんだけれども、北朝鮮にとって頼みの綱は陸路から石油を輸入することができる中国とロシアと。だろうね。まあ、やっぱり資源がっていうか、この石油を輸入しないとどうにもならないと、ね、
で中国には一帯一路政策の一環として北朝鮮の経済と社会の中国化を図るとともに将来的には AIIB の投資対象として取り組んでいくと、でつまり両方にメリットがあると、中国にも北朝鮮にもという、いやそれは韓国にとってもメリットがあるよ、うん、あのまま満州鉄道があったじゃない、うん、とかパイプラインとかそのまんま韓国の方に引っ張ってくれれば、うん、もうウハウハで、うん、で何だったら日本にもあげようかみたいな感じで、うん、そしたら日本も欲しいよ、もうだからまあ、あの、はあ、結局なんていうかこうリビアとか、うん、まあ、ああいう国を見てもね、うん、そこに入り込んで経済的に発展させて利益を得ていくっていう、うんうん、まあ、それを戦争っていう形にするのか、あるいはまあリビアのように民主化運動として指導者を殺されるのかだけど、うん、そこをまあ金正恩は非常に恐れていると。ほらほうよ、ソロスとかまた来たら絶対になんか NGO とかね、ああいうの使って民主化革命っていうね、まあ、だから中国とかロシアとのパイプを非常に大事にして自分の国を守ろうとしてるっていう、うん、だから外国人、ロシアも決めたで、結局外国の人が寄付をするとかね、選挙で置いて、それも選挙監視委員とかああいうのに入れるのはやめようとかね。でこうやって見てくるとね、トランプ大統領、まあ、キム・ジョンウン、それぞれの立場は違うんだけど、うん、自分の国を守ってもちろん自分たちの体制をっていうのもあるんだろうけれども、うん、非常に自分たちの国の利益ってよく考えてるんだけど、うん、日本の首相はどうかっていうと、うん、やってることの結果として国民がどんどん貧しくなっていくようなやり方をしてると、うん、いうことは自分の立場は守りたい、うん、あるいは企業を引き連れていって、うん、あの一部のところは潤うようにするけど、日本の国民っていうのはもうどうなってもいいとしか思えないっていう、うん、で今度の袴田事件のことなんだけれども、うん、その上、あ、また戻るの？いや、その上読んで、うん、袴田事件で高裁は疑わしきは罰する判決を出した。確かに DNA 鑑定は 100% の答えは出せない。しかしそうであるならば、本来の法の精神からすれば疑わしきは罰せずと再審を認めるべきだ。これ何が言いたいのかっていうと、うん、今司法がおかしくなってるっていうことよ、うん、司法がおかしいよ、もう。だから袴田事件のことを今言いたいのではなくて、日本の国を振り返った時には、うん、政治もおかしくなってる、そしてそれを正すべき司法がおかしくなってると。で韓国の場合には司法がおかしくなってないから、 ああいうふうに不正を追及できると。そうするとこのじゃあ司法を正せるのは一体どこなんだろうかと。つまりこれは何かっていう、司法が腐敗してるのは何かっていうと安倍グループだからよ、を裁判官に持ってきていると。で国連の方もそうだしね、変になってるよ、あの創価学会、まあ雅子の家、窒素よね。国家による虚偽答弁、公文書改ざん、廃棄、データ捏造をここまで見せつけられると裁判証拠の捏造もするだろうという疑念も禁じ得ない。新たな鑑定を一般的に確立した手法ではないと退ける高裁の姿勢は、疑わしきは罰せずの原則に反してるし、前例踏襲的な官村民否そのものだね。つまり虚偽答弁、公文書改ざん、廃棄、データ捏造をやる政権は、やっぱりあの裁判所もこういう判決を出す、疑わしきは罰せずじゃないっていうね。でこんなことはやっぱり許されないだろうと。そうするともう今の政権が変わらない限りはもうこれはどうにもならないんだけども、そこにやっぱりさっき言ったそのまあ血筋をこう重んじる仲間がぺったりついて、日本の中でものすごいまあグループになってると。そこにまあ本来だったらね、公明党っていうのは対話とかまあ戦争反対とかっていう正論を言ってたじゃないの、表向きね。もう今必死でこの安倍体制を守ろうとしていて、
自民党も公明党もその中からね、この腐敗を正そうという空気が何一つないと、ここがもう本当にこのままどうなっていくのかと。で、いい、国会に戻ると、まあこれ太郎ちゃんのなんだけれども、PFI についての質疑と、公共施設の運営権を民間企業が手に入れるって話、みんな大好き竹中さんが旗振り役といえばわかるよね。外資や大企業も公共事業を貪るに、来るというようなね、まあ今一番企業が世界中で活躍している国なんじゃないかと。まあ今日の国会どういう風か、ちょっと今日は消されて、しまうんだけれども、ああ昨日だろこれは、ああだから今日の、え明日の質疑はっていう方だことだから今日のね、うん、あそうかそうか、うん、あということで、まあ、うん、今日はもう会談のことばかりだと思うのね。まあ、ね、それから、うん、まあ今日言った新潟県の知事のことも、あ、ことでもなんだけれども、あれ一番上に行ってんじゃない、違う、ああこの一番上、あ違うか、ああ、ある、出てきた、その前知事米山知事が、いや援助交際で辞めたっていう時に、うん、それをばらしたには公安が絡んでいたっていう、やっぱりね、それから前川前事務次官とか、あ、まあ、籠池さんとか、あ、安倍政権に立てつく者はみんな女性問題や不倫をメディアで吊るし上げて、あ、まあ、失脚させると、で自民党公明党にそんなことは一切起きることはない、だからみんな立てつけないと、安倍政権にはどんなに腐敗していて、どんなにひどい政治をして司法もこれは間違った判決と思いながらもせざるを得ないっていうのは、立てついたらもう何をされるかわからない、この背景にはもしかしたら昨日言ったみたいな、その血筋を守る、日本によって滅ぼされた王朝の血筋を守るっていうことがあるのかもしれない、まあ、天皇がトップよ、天皇同和、うん、あいつらの、まあ、血筋で、そのそれぞれの組織に潜り込んでるんじゃない、警察とか司法とかそのグループが ね、まあ、ね、そして、まあ、さっき言ったように新潟県も中国のパイプよりは朝鮮のあれに変えていきたいと、うん、もしかしたらそういうことがあるのかもしれないと、まあ、天皇同和の創価学会よ、うん、まあ、やつら血筋を、純ちゃんの方今日はね10時までには終わりたいと思って、はい、ちょっと急いだの、あ、そう、うん、はい、僕の方はなければいつもの言ってあんまりつぶやいてないよな、ちょっと待ってね、今日のニュース、ワールドニュースから見ると、まあどっちみちこれだよね、EU 統一の対抗措置へ、イタリア拒否の難民船とか、統一の対抗措置へ、イギリスはあれどうしたんだろうな、そういえば名称戻っていって、その辺あんまりやってなかったような気がするな、 BBC、 あ、他の国の話を出してるんだ、あ、これはだから、おう、そうそう、結局朝の BS のニュース見てたら、ひどいよね、昨日もそうよ、これよ、猫のトイレよ、猫のトイレ、シャープが新しく開発した猫のトイレ、あの猫を飼ってる人にはこういうの買おうと思うっていうことは、これは製品の宣伝を NHK がしてるってことよ、そう、宣伝やっとったで、いくらで毎月300円で、で猫の体調がわかる、そう、猫の体調より人間の体調だろっていう、今度は犬のトイレを出しますとか言ってる、シャープが、ほんなんなんで人間のトイレの方が欲しいわ、そんな健康管理してくれる、つまりね、
スマホで毎日人間のことより、つまり IR のことなんかカジノコアのことなんか言おうと思えばあるわけよ。でも猫のことの方が優先するって。そうよ、人間より猫を神様のように扱ってその猫に向かって拝むみたいな、そういうなんか独特なあれじゃなかったら、こんなの人のことの、この人間のことの方言ってほしいよね。猫神様。あ、そういえば練馬区の新しいキャラクター、ゆる猫じゃないや、なんだっけ、コマ猫か、コマ猫だったから、やっぱり猫の方が。でも次は犬のトイレの IoT 健康管理を、これ NHK が言うことかって思うのよ。いや、それともう一つが、あのこれを働き方改革で補助金を出します運送業界にとか言って、って新しい制度ができたおかげで国が来年から運送業界にお金を補助金で出しますよっていう、なんかこれもよいしょ違うんやっていう。なんか犬や猫はペットだから、まず人間の方が優先っていうふうに私なんか思うわけよ。もちろん猫を神様にしてる人にとっては猫の方が上かもしれないけど、まあこっちでは猫神様と別に犬神神社、犬の神様のあれもあるけど、まあなんせこれとか国土交通省がいかに頑張ってるかとかね、まあ、でも天皇がどういうふうにしてるかとか、今度新天皇が即位したら、もう創価学会の悪口とか言ったら、もうすぐに留置所に入れられたりとか、そんなことないのかな。まあ、悪口じゃないのよ、批判。もしまあそのなんていうか批判、正当な批判であっても、まあ天皇いらんおじさんみたいにあからさめに天皇が来たらプラカードを掲げる人は留置場に入れられてるけどね。あのね、でもね、私思うんだけど、国民主権なんだから、常にやっぱりそのどっちに趣があるか、国民にあるのか天皇の方に趣があるのか、そして国民の立場に立ってくれるだったら国民はそんな反発は持たないけれども、そこのところがね、やっぱりあの天皇をはじめとして皇室の周りに取り巻いた人たちが自分たちの欲で動かそうとするっていうのは往々にあることで、やっぱりそこに権力があの加わった時にね、国民がもうないがしろにされていい加減に扱われるっていう、それがないようにやっぱり常にそこのところは批判を持って見てかなきゃならないだろうと思うのよ。まあね、だから完全にこれは国とか企業の宣伝用、もう政府の宣伝をやっているっていう、もうあからさまに見えたっていう。それから経済指標でダウは上がっているとか、ビットコインがちょっと戻ってきたとか、円はちょっと円安になってきたんだな。まあ、こういうふうな指標として分かります。それから朝日新聞。あ、そうそう。朝日新聞もこれよ。猫のトイレよ。それは何？いや、シャープが新しい猫の健康管理するトイレを発売とか。シャープの宣伝ばっかりするのかね。だから、NHK とリンクしてるわけよ。いや、もううち猫がよく入ってきてね、庭におしっこしていくのよ。だからファーって言うとね、あれなんだけど、アメリカに行ってる間にどうも住んでたみたいで、来てはもうそれ以来猫と目が合うとお互いに睨み合うというのが続いてて、まあそれは宇宙でおしっこする場だと思ってるみたいでね。あ、まあちょうどいいんだろう、ベランダの下が堂々と歩いて入ってくるの、玄関のなんて物のとこから堂々と歩いて、ほらここはうちだみたいな、だからアメリカから帰った時なんか自分のうちなのは猫の方みたいな威張ったこう態度でね。まあいいよ、まあ、そういうふうな、だから NHK と朝日新聞ってここでも猫を、ね、リンクしてたっていう、なんだこれと、まあ右も左も
同じようなあれなんだ。はい。でもなんかね、うちの来る猫って最近変わったよね。前黒い猫が来てたの、今度なんか白、あ、前白い猫が来てたの、今度黒い猫が来てたり、黒猫だったね。縄張りがあるんだろうね、やっぱり。ああいうのだね。うわ、うちだとか。うん、また今度他のが。で、今日は鳥がなんか入ってきそうになったんだろう。鳥がもう窓を閉めてる、その窓の外につがいで大きな鳥が来て、で私がその窓の内側に立ってたら、そこへ向かって来ようとするのよ。それでやっぱガラスにぶつかって、それでもうそれでも諦めずにずっと来ようとするから、私もどうしていいのかと思って、そのうち行っちゃったけど。あ、なんだ、なんかあれだね。何？ライブの放送が、あ、入った、入りますって言ってるよ、うん、いよいよ。おお、アルティは結構寛容なわけよ、うん、こういうところ、うん、これはどっちが来たっていう、北朝鮮の方？知らない、うん、どっちだろうね。ああ、そうか。それじゃあ、もういつものやらないで、もう今日は終わりにしたらどう、これで。ああ。やるの。ああ、そうか。ロシア語だからあれかな。あ、英語で言う？まあいいや。はい。ああ、そうだ。どうしようか。ああ、まだ時間はあるよ。うん。まあ、なんせ袴田事件最新棄却で検事捏造を認めず被告を釈放、猫のトイレの宣伝、国内、海外、トランプをディスる公室放送の BBC、 そして米軍がイスラム国 ISIS をサポートし、次のシリア化学兵器捏造を準備中っていうのをロシアテレビで言ってたね。まあこれはいいか。今日日米首脳、あ、米朝首脳会談、着台返しに注意とか、あ、まあいいか、うん、まあ、ポチに、ご主人様真似て腕組みをするポチ、あ、本当だ同じ格好してる。ポチ、意味分かって聞いてんのと問うてみたいな何言ってるかわからないけど、もう一応格好だけは同じようにしてるっていうまあ本当だね。まあでも、米独首の町長発し議会をリードする安倍ちゃんただトランプと同じように腕組みするだけだったっていう、うん、あ、まあいいや。はい、それじゃあいつものやつまあ意味が、あれ、これ今日の話、乗用車が暴走、7人跳ねられ怪我、高田の馬場駅近くって。12日だからそうだろう、うん、さっきあったってことか、うん、リテラー、あ、米朝首脳会談、蚊帳の外の蚊の安倍首相の悪あがき特集、うん、タイトルだけ、いや、タイトルだけ、1位、人気記事ランキング1位、米朝首脳会談前日に富士が、プライムニュースと反町キャスターが開催中止を示唆する勇み足、安倍首相が米朝会談開催地を進言が本当なら大失態、シンガポール仙洞佐藤は日本が朝鮮人慰安婦を連行した場所だった。へえ、あ、それが1位、こっちが1位ですね。田畑慎太郎、過労死は自己責任発言問題で ZOZO タウン前澤友作社長があらわにした
本音と無責任。3位、パックンが日本のお笑い芸人が権力批判できない理由について鋭い考察。目に見えない制裁が目に見えるからだ。最近えらいパックンがいろいろ出てくるね、うん、NHK とか報道特集の司会役で、うん、前の民主党よいしょしてたよアメリカ。今会見場にトランプ大統領が先についてそれで金正恩のお車列も今無事会場に到着して、で、スプートニック、まあ、最新は真の合意なるかもうすぐ分かるとトランプ。世界的な不信感の中で日露にチャンスあるのかな。アメリカ空軍沖縄で戦闘機飛行一時停止。プーチン大統領は虚勢を張っているのではない。アメリカメディアが最後の審判の日の兵器を解説していた。中国ドローンに第6世代戦闘機の兆候。へえ、新しくまたいろいろ開発してんだ。桜井ジャーナル。米太平洋軍がアメリカ・インド太平洋軍に名称変更された背景には戦略の変更があった。おお、そうそう、インドが入ってるもんね、うん。だからそこには戦略の変更があったんですよ。名前だけじゃなくて中国、ロシア、特に中国を封じ込めようという戦略に基づくため。ああ、はいはい。最後、マスコミに載らない海外記事。サウジアラビア人が触れようとしないものさえ食べるインドネシア人イスラム教徒をディスる。まあ BBC でもインドネシア人をディスってましたね。なんかこれから使おうっていうんだろうね、プラスチックゴミがいっぱいだとかって BBC でもやってました。はい、終わり。じゃあいいかな、コメント読んで終わろうか、うん、よいしょ。西城秀樹、もう猫の国に行きたいわそこまで健康管理してくれるんだったらね。トランプ、金正恩両方入ったよって、近くに放し飼いのロシアンブルーいるけどめちゃくちゃ近寄ってくる、わらわら。安倍政権生き延びたな、米朝でその後サッカーワールドカップへなだれ込むし、国会その間に法案バンバン可決してやろうって。ああそうだね、うん、ああワールドカップで多分今日会談あるから明日はずっとその話になると思うのよ。それで明日 IR を決める。あ、カジノ、うん、やつらの手口もかかんな。順地亭なんとかしてよ。え、僕順地亭なんとかしてよ。わらわはくげちゃやめなはれ。ダメだこりゃ。でもさあ、じゃあもう終わりにして。あ、ほんじゃ、うん、終わりにします。はい、はい、じゃあまた明日、録画、あ、録画じゃない、ユースト停止。よいしょ。 YouTube ライブ停止で録画停止。